じゃあ悪い例をちょっと見てみましょう。今ボールをタッチした彼です。相手がいないのでこういった練習ではノーミスに見えますけど、あのパッシングはただのパッシングではないということ、これはやはり後方の選手と逆の動きを2番目の選手がしてパスのコースを作りながらシュートまで。次のトレーニングは4人のサポートを得て真ん中での1対1に対して味方が4人いる状態でどう突破していくかっていう設定にしています。ここの選手が今度は彼のスキルでこれ最後スルーパス出せればいい、もう完全に抜けてたシーンだけれども失敗になったけれども、今のやり方としては大きくは間違ってない。次にはやはりもっとさらに1対1のオフェンスが大きいようにしています。ボールがこっち行ったら逆の動きをしたらこのディフェンスってどうなの。気をつけてほしいのは1対1のトレーニングだけど、こうやって長いことペナルティーボックスで1対1をやることが主じゃないということを。いい動きになってきてシュート、これグッドですね。このオレンジの2人がこことここにいるんだけど2人の連携がほとんどないというシーンでゴールを奪ってくる。それで出てこの状態でストップしていれば多分このプレーは横向きになっているので必ず動き出してきてるよね。これまあ、個人のスキルということですが、チームの中でその個人のスキルが生きるというところまでいければ、サッカーが非常に皆さん楽しくなってくるのではないかと思います。ぜひこれを参考にして楽しいサッカーにつなげてほしいというふうに思います。